皆さんトリートメントされると思うんですけど、結構放置されるかなと思うんですね。それのデメリットって知ってますか？皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、結構ねトリートメント毎日されてる方って結構多いかなと思うんですけど、それをねつけた時に結構皆さん放置されると思うんですね。やっぱり美容師さんだったりとかにね、まあ5分とか10分ぐらい置いといてもいいですよとか、皆さんのね判断で結構長く時間を置いてる方がね多いかなと。まあそれによってね浸透が良かったりとか、髪の毛がちょっとこう潤いが出たりとか、まとまりが出たとかっていうねことも聞くんですけど、これのデメリットっていうのもあるんですね。それも今日はしっかりと紹介していきたいと思います。ということで、デメリットなんですけれども、まずねトリートメントをするときっていうのは髪の毛が濡れた状態ですよね。で基本的にそうかなと思うんですよね。でシャンプーして、でその後にトリートメント、でこの濡れてる状態っていうのはトリートメントを浸透させるときに髪の毛の表面にキューティクルっていうのがあるんですけど、それが濡れると開いた状態になるんですね。その開いたところにトリートメントをこう流し込んで、で髪の毛を補修したりとか保湿だったりとかをしていく、コーティングもねそうなんですけど、まあ、こんな感じでね髪の毛をきれいにしていく。なんですけど、こうトリートメントを例えば5分10分とか浸透させるためにね放置すると思うんですけど、その時に一つデメリットがあって、カラーリングが退色する、こういうことなんですね。入れたカラー、まあ自分でね人工的に、まあ美容師さんが入れたりとか、あとは自分でねやられる方も結構多いかなと思うんですけど、色が結構抜けるっていうね、ことってね結構色持ちを気にされてる方も結構多いかなと思うんですけど、髪の毛のねキューティクルが開いてる状態っていうのはトリートメントは入るけど、それと同時にカラーも抜けちゃいます。ということは色が抜けちゃうってことですね。もう色素自体が抜けてしまう。これはなんでかって言ったら、この髪の毛のキューティクルを開いた、このキューティクルのこの隙間ですよね。トリートメントが入る隙間なんですけど、この隙間よりもカラーリングの分子、こうね、カラーリングのこう色の色素なんですけど、が小さいんですよ。なので、この濡れてる状態でキューティクルが開いてる状態にカラーの色素がもう抜けっぱなしの状態。なので、できればカラーリングの色持ちをしたいのであれば、このキューティクル開いてる時間っていうのをなるべく短くするということは、トリートメントもやっぱ若干短くした方がいいと思うし、でもっと言ったら濡れてる時間を結構短くしないとダメなので、なるべく早く乾かす、これがポイントになります。なのでトリートメントをね、やるのでもいいんですけど、本当に短く、まあ3分ぐらい置いて、でできればトリートメント終わってもうすぐに湯船に浸からないで、お風呂に出て乾かしてあげる。そうするとカラーリングの色持ちもちょっと防げます。でもっと言うと、まあ、カラーリング用のシャンプーだったりとかトリートメントそういうのもあるじゃないですか。あとはアミノ酸系のシャンプー、こういったものを使うと色持ちも、防げたりもするので、こういうものと併用してなるべく濡れてる時間、キューティクルが開いてる時間を短くして、できればトリートメントの放置時間も少し短くする、で早く乾かしてあげるっていうのがポイントになりますので、それが一番のデメリットになります。なので、カラーリングをしない方って、まあ、色が抜けなかったりもすると思うんですね。でそれっていうのはやっぱりねトリートメントを入れて放置してもカラーが色が抜けない、まあ地毛の色が変わらないっていうのは、地毛のねもともと持ってる分子がキューティクルのねこの開いてる部分よりも分子量が大きいので色が抜けない、こんな感じの原理になってます。例えばハイトーンの方だったりとかすごく色が抜けるので、今みたいに、ね、濡れてる時間をなるべく短くして、やってあげるとベストかなと思います。ということでね、今日はね簡単になんですけれども、トリートメント放置のデメリットについて紹介させてもらいました。ね、置けばいいっていう風に思ってらっしゃる方、これね、色が変わったりとか結構ね退色したりとかでパサついたりも結構しやすかったりもするので、なのでね、カラーの色持ちを抜けさせないで、なるべく、補修してあげる、こういうことがね、結構重要になってくるかなと思いますので、カラーリングの、シャンプーだったりとかトリートメント、あとはアミノ酸系のシャンプーで早、濡れてる時間をなるべく短くして早く乾かす、これが一応ポイントになってくるかなと
思いますので、カラーリングのね、体色が気になる方、長く放置するとそういったデメリットもあるということだけ、覚えていただければと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。